おはようございます。おはみたんありがとうございます。おはようございますありがとうございます。おはみたんすごい斜めってる。ダイラおはようございますお久しぶり、ありがとうございます。久しぶりだね。おはみーたんありがとうございます。おはようございます。今日は準備満タンです。ちゃんとゲストありがとうございます。おはみーたん寒いんだ。おはみーたん寒い。うん、星のギフト、たくさんのギフトありがとうございます。おはようございますみーちゃんおはようございます。早起きだ。そう、早起きです。ありがとうございます。いつもみーさんおはようございますハートのギフトありがとうございます。今日は寒いですよね。なんか今寒いなと思って。おはようございます。おはよう、おひさみーちゃん、おー久しぶりです。ありがとうございます。おはよう。二度寝しようと思ったけど配信よって、あ、本当に今日はいつもより10分早いです。よく寝る、ま、なんか昨日あまり寝れなくて、学校から帰ってきてなんかちょっとちょい頭痛ってなったからちょっと寝てたんですよ。本当に40分ぐらい。そしたらなんか全然夜寝れなくて、だけどそんな朝起きる時もね、あのなんか眠くはなかったんですけど、今日はブログの日ね。今日はブログの日です。なので皆さんね、見てくださいね。ブログの日なので。マスカーちゃんおはようございます。お久しぶりです。やったね。お久しぶりです。ありがとうございます。だるまのギフトありがとうございます。起きたばっかり。起きて、ね、今日は20分に起きました。6時20分。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはみーたんありがとうございます。今日も可愛いね。ありがとうございます。今日もん、星のギフトとハートのギフトありがとうございます。みゆちゃんもうすぐ、そう、みゆはもうすぐ高校生です。みゆちゃんおはよう。今日はお休みなの。ありがとうございます。朝は今日も相変わらず美しい。ありがとうございます。眠くなったらまたお母さんよちょっと昨日笑いすぎたんだよね早起きは得意なのかな。え、結構得意なんですよ。結構起きれる。2月20日、あ、ほんとじゃん。2月22日は猫の日ですね。今日猫あるかな。はみーたん JK まで、 JK みーちゃんは、そう、あともう少しですよ。あんまり無理せず頑張って。ありがとうございます。ありがとう。おはようございます。にゃんにゃんの日だよ。何しよう。にゃん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 日、猫だよね。ちょうど夜勤から帰って、お疲れ様です。岡林先生すね、岡林先生の誕生日だったんだね、とか言ってた。2月22日覚えとく。お母さんはもうおはようおらんか。そう、今日はねいないです。うん、配信、あ、待って、レインボースターとハートのギフトありがとうございます。配信後ママに坪田家なんか言われた、あの笑いすぎって言ってましたでもね、面白かったビューティフルな日に向けたら完璧ですか。なんか難しい。うん、でももうちょっと自分でね練習しないといけないなって思ってて、そうそう、今日は15分までやります。今日はちょっと学校に早く行くんですよ。いつも朝早いからもう少し寝ていたけかったけど、みーちゃん推しだから気合入れて、 ありがとうございます。そうだよね、朝早かったよね今日は。ありがとうございます。ハートのギフトもありがとうございます。会社に出社した鍵開けです。お、頑張ってくださいね。鍵開け会社頑張ってください。愛知は寒い。愛知は結構寒い。でも昨日そんな寒くなくて、今日も寒くないといいなって感じですね。ママさん今日お化粧してない。まだね、化粧する時間になってないからね、まだ着てないかもしれない。
うん、来るかもね。またおはみーたん、おはみーたん、みーたんママさんに顔が似て、似てないんですよ、そんなに似てなくて、あんまりね、うん、似てないですね。はい、おはみーたん、おはみーたん、みーちゃんの狼とプラレスとても可愛かった、ありがとうございます、いつもありがとうございます。いつもより少し早めに開始したからどうしたのかと、あ、なんかね、ちょっと学校早く行くんですけど、あといいです、あの学校行く前にご飯食べるじゃないですか、ご飯食べる時間がほん、ご飯食べるのに時間をかけすぎて、いつもめちゃめちゃ遅くなるんですよ。だから今日は学校にも早く行かないといけないから、早くご飯も食べてって感じですおはみーたん、おはみーたん、ありがとうございます。毎日見る、そう、最近毎日配信してますね。まだ4日だけど、2月もあと1週間ね、あと1週間、早いな。ちなみに本日のオーダータイム、歌なんですけど、あの夜配信の時にできたら、あ、今日じゃなくて、あの毎回夜配信をやる時に歌おうかなと思ってて、朝はすいません、私も15分にいつも、あ、そうなんですね、15分だったんだね、同じ今日は。ハートのゲストありがとうございます。若林先生、2002年2月22日22歳、マリンちゃんと20日、あ、そうなんだ、ほんとじゃん、あ、そうか、マリンさんもね2月生まれ、そっか、覚えとく。葉っぱ本物ですか、葉っぱは本物ですよ、葉っぱ本物寒暖差すごいから気をつけますね、ありがとうございます、気をつけてください。おはみーたん、おはみーたん、ありがとうございます。やはりこの時間に見ると本当ですか、ありがとうございます。前はねやってたから。名古屋最高気温12度、え、寒っ、寒くないですか。だるまのギフトありがとうございます。今日は何が、なんて、今日は何かあるの、今日は、あ、可愛いのギフトありがとうございます。今日はあの愛知県の公立高校の受験日なんですよ。でそれでみゆはあの公立じゃなくて受かってるから学校があるんですよ。それでそのやっぱり学校に公立高校受験する子たくさんいるから、あのクラスの人数が、みゆのクラスは10人くらいで、隣のクラス行ったら4人くらいで、隣のクラス行ったら10人10人くらいで、めちゃめちゃ少ないんですよ。なのでなんか授業はしないらしくて、なんかそれも謎なんですけど、授業はしないらしくて、1時間目に多分合同で全クラスあの体育やるらしくて、多分ドッジボールやるかなってみー想像してるんですけど、楽しみおはみーたん、おはみーたん、これは早食いだからか、あ、そうなんですね、早く食べてるんだね。おはみーたん、なんなら朝ごはん食べながら、あ、そうだよね、朝ごはんどうしようでもなんか いつかはもぐもぐ配信してみたいなって思ってるんですよ。時間かけて食べる方が健康にいいんじゃない、そうそう、いいんですけど、なんかもうねかけすぎて間に合うのかっていう感じでなんかあのなんだっけ、その学校に、学校に行く、 家を出る15分前まで、10分前かまでご飯を食べてるから、すごい食べちゃうんだよ。朝もさっき行ってないと、行って食べないと、あ、そうですよね、そうなんです。夜配信するの、夜配信は今日はできるか分かんないんですけど、またできれば、またできればというか、うん、ご飯食べながら、そうですよね、だからいつかはね、うん、もぐもぐ出したいですね。木崎いいです、お、本当ですか、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ハミータン、ハミータン、太田の件は前かけにしなくていいよ、みーちゃんが歌いたいけど、だったらいいんだから、ありがとうございます、ありがとうね。2月生まれ、何年生まれ、あ、そうですよね、あの、なんだっけ、公式の掛け声昨日ドラゴンとの試合見た、14対1で見直します、今日、ありがとうございます、教えてくれて、ちょっと試合見ます
ちなみにマスカちゃんの収穫で何時まで通し、みゆは8時25分だったかな、でも25分か30分ぐらいにだったら大丈夫です。早くみきちに会いたいので何とかしてください。早くみきちに会いて何とかしてください。じゃあトーク会とか握手会とかもうツーショット会も全部待ってます。ありがとうございます。なんかお母さんがいるんですけど今なんか口だけが笑っちゃうってやばいんですけど。あ、ハミタンありがとうございます。お寿司意外とちっちゃい、小さいですかね、ちっちゃいのかな学校頑張ってありがとうございます。頑張って頑張りますね。うん、手紙のギフトありがとうございます。受験しない生徒も、ま、休みでも良さそうな気がする。そうもう終わってる子がたく結構たくさん半分ぐらいいるから、半分まあいるんですけど受験が、だからねみんなだからね寝てたりするよあ、合格の自習の合格組の自習、そうレアだよ、少なレアで、そう、あの隣のクラス4人ってやばくないですか、少なって感じでびっくりする。休みではない、そう休みではないんですよ。それは楽しみ、それは楽しみ。ドッジボール得意です。もう得意じゃなくて得意ですね。だから今日はドッジボールだったらたくさんボール投げます。もう高校決まる、そう高校決まりました。はい、今日も一日中、あ、一日元気に頑張ろう、頑張りましょうね。ありがとうございます。授業やらないもんね。そうだけどね楽しいんですよ学校今。ドッジボールも得意そうだね。得意ですね、うん、はーって投げますすべてこなして配信、あ、そうなんですか、もう家事すべてすごいな、ありがとうございます。高校入試組のクラスメイト希望校、そうですね、みんな受かりますように。本当に犬派猫派どっちか派、僕は犬派、なんかココハちゃんみたい私は犬が、でも両方好きですね。猫も可愛いじゃんね。だけどね犬がねおばあちゃん家で飼ってたりしたので犬も好きなんですよ。ドッジボールめっちゃ強そう。でも昔はめちゃめちゃ強くて自分で言うのもあれなんですけど、でも最近ずっとやってないんで本当に強いかなって感じ。もぐもぐ配信家族全員でもか一人でもぐもぐ配信です。おはようございます。今日休みだから11時ドラゴンズのキャンプ中継見てセックスやドラゴンとか、そうですよね、いいな、みも見たいですね。早く今日は見ます。だから星のギフトありがとうございます。マニちゃんの話をよくするって言って前編、あ、そうです、そう、あのね昔お話ししてくださってマリーさんの話とか SKE のこと、 SKE のメンバーさんとか曲の話もたくさん教えていただいて、そうサータンとマック仲間なの、サータンとねマック仲間になったよ、なったでも行ったんですよね、サータン。ドルマのギフトありがとうございます。行きたすぎてね、うまく行きたいですね。おっと、来ましたね、ついに来ました。みももおはよう、おはようだって気を笑っとるやん、そう鏡越しで目があってドルマのギフトありがとうございます。なんか怖いんですよ、ピエロみたいなんですよ今なんかね、うん、おはようございます。働かれそう、やばいです
ギフトありがとうございます。おはようございます。さて、もう来た来た来ましたね。笑顔かわいすぎたら、ありがとうございます。ありがとう。オオカミさん、オオカミさんって意味呼ばれてるのまたつぼってます。30秒寝てるよ今日はね、全然眠くないのでね。妹さんの変顔さ、なんかあのお母さんのあの鏡越しで目があると笑っちゃうんですよ。みまもおはようございます。おはようございます。手振ってます。入ってきただけで笑わせるもんじゃない。やばいですよね、顔見ただけで。なんかね、面白いんですよね。なんかみまみつめてるまず笑っちゃう時も笑顔めっちゃ可愛い。ありがとうございます。今日もあまり天気ね、今日もあまり天気良くないですね。ママなんで笑う、ママなんで笑うのよって。確かにママ、ママなんか面白いな。ママみゆちゃん何歳、あ、みゆなんちゃい、ママ、あ、ママみゆママ、ママなんか言いづらい。ママみゆは何歳、39歳って言ってます39歳らしいです。手紙のギフトありがとうございます。おはみーたん、おはみーたん、ありがとうございます。登場しただけ、登場しただけで笑わかせるとか芸人さん、確かに絶対芸人さんの方が面白いんですけど、怪我しない、そう、怪我しないようにね頑張ります。サータンがみーちゃん一番何波長合いそうで一緒に遊びに行きたい。本当ですか、みーも行きたいですね。まずマック行きたいですね今度名刺もらいに、お、ありがとうございます。楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。おはよう。雪の中の犬の散歩から、あ、雪の中から犬の散歩、いいですね。お帰りです。あ、俺下がり、だって下がりではないんですけど、なんかね見てきます。かわいい、ありがとうございます。今日もつぼりますね。今日はね、今日もつぼりました。ギフトありがとうございます。みゆさんの耳がか、そう、なんか耳めっちゃちっちゃいんですよ。ちっちゃくてすごい嫌なんですよねあ、どんだけ面白いかもしれない。なんかね、あ、行動が面白いですねはみたんはみたん、めっちゃ笑いこらえて切り替えようとしてる。そう、切り替えないとねココハです。ココハちゃんね、リアクションが可愛い、ありがとうございます。毎回ママ吐きてほしい。みゆきちの可愛すぎる笑顔見る見るみゆの得意、みゆ登場タイプハートのギフトありがとうございます。おはよう、おはようございます。今年のドラゴンだけの、そうですね、もうだからね、めちゃめちゃ楽しみに期待してます。おはよう、おはようございます。ドッジボールよ、詩人ジャンプで余計見えて確かにあのね、思い切り下当てられそうになったら、詩人ジャンプしたらさ当たんない。あ、みゆちゃんおはよう、おはよう、ありがとうございます。うん、ダルバのギフトありがとうございます。ママも笑いに笑かしに、みゆをね笑かしに、今日はおで、あ、そうなんだ、今日おでんの日なんですか、みえちゃん。あ、そう、ちょっとツボに入って、ツボに入ってみえきそう、ツボに入りましたね。ママ狼とプライドのダンスを覚えた。じゃあなんかジェラシーのアリバイを一回おろせたんですよ。私のアリバイ、ここまでやってて、あ、ここまでやってた、できてなかったんですけど見たまま、見たまま初川家めちゃめちゃ平和だね。え、でもなんか妹がね、あのすごい反抗するんですよ。みゆもするときあるんですけど、反抗するので、あのね、最近平和じゃないですよ本当に反抗してね、みゆがうるさいなってなって喧嘩します。あまさん変顔してでもしてるんです。今日はね変顔はしてないんですけど、普通に面白いです。ピエロみたいとか、え、なんか急にねピエロみたいだなって思って、
みーたんはママと仲良しです。仲良し、あの喧嘩しますけど、はい。ママさんがオオカミさんを脅せたらいいね。譲れないですね。顔面白いも失礼で、確かに確かに。猫の日ね、今日は猫の日ですね。だから猫にねたくさん会いたいですね。今日会わないな、会わないなんて。ママが配信するはず。確かに。ママさん、お姉さんいるの？お姉ちゃんね、いないですね。妹がいます。はい、なんちゃい、あ、なんちゃいね、さっきなんちゃい。おはよう、おはようございます。みーちゃんとよりもママとの、あ、本当？ママとの年齢近いですか？ギフトありがとうございます。みーママ浅尾拓也コーチと、あ、そう、なんかねよく見に来てたらしいですね。サタンレゴランドからのマック、レゴランドからのマック、いいですね。めっちゃなんかさ楽しそう。それは行きたいですね。ママさんに教えして、ダメダメダメですよ。なんかアラームが鳴ってます。みーちゃんのお耳可愛くて好き。本当ですか？もうちっちゃいですよ耳。あのソフトボールやってた時に、あのなんだっけ、あのちっちゃい子たちがいたんですよ、2年生ぐらいの頃。みゆと5個ぐらい年が離れてる子が、え、なんかみゆちゃん耳ちっちゃいっていつも言ってきて、それがねなんかあの、え、かわいいとか言ってくれるんですけど、逆にねストレスになって、ハートのギフトありがとうございます。逆にそうやって言われるのがね、あのね、ストレスになって、ストレスなんかね、また来たってなりました。ココミンは逆に耳が大きい、いいよねココミンの耳、そっちの方が見える、ちっちゃいよりいいんだけど。ママさんのキャッチフレーズないですよ、ないですよ。パパとうまくいってますか？うん、あのたまにね、あのミユがね、あの怒ったりするんですけど。ハートのゲストたくさんありがとうございます。ミートありがとうございます。今日はブログ、そう今日はブログのお見日ですよ。本当でも、そう耳が本当にちっちゃくて嫌ですね。え、でもなんかね、クラスの子に仲いい子がいるんですけど、その子私もね、ミユの耳ちっちゃいねとか言ってめっちゃこうやって触ってくるんですよ。ドッジボールで縮んジャンプはさ、確かに。狼匠匠はどのね、どの組み合わせかね、楽しみね。ジェラシー踊れってすごくすごくない、あんな激しいのに。急に立ち始めたんですよ。妹さん、そうなんか絶賛反抗期なのかな、わかんないんですけど反抗するんですよ、すごい。スポーツ基本何でもできて、みきちゃんとの対決、え、そうですよね、みきさんなんかさマラソンのやつもなんかありますよね。お母さん若いからいいじゃない。みーたん一番上ですよ今。ママとの顔が聞きたいな。ハミータ、ハミータありがとうございます。ママの俺のドラゴンのチェックしておいてねと言っておいて、みーちゃん、みーちゃんありがとうございます。ブログの内容も考えて、もう多少はブログの内容は考えてはいますね。今日は3連休前、あ、そうですよね、確かに明日からね。では お先にお仕事行きます。またね、ありがとうございました。ありがとうね。あ、みももうちょっと言わないと、ちょっとハミタ、ハミタありがとうございます。ちょっと壇上読みますね。みーたんは名古屋ビンズ、え、なんかねマラソン最近持久走とかやりたいなっていう気分なんですよ多分。あの自分がどれだけなんだっけ、あの持久力が上がったのか試したいなと思ってて。はい、じゃあ13位の方ですね。じゃあ大阪のおばちゃんありがとうございます。12位の方、目がクリクリな枝豆さんありがとうございます。11位の方、西井美代さんの旗を持った男の子ありがとうございます。10位の方、アイスを、目がクリクリなアイスさんありがとうございます。
9位の方、ボクシングができそうな羊さん、ありがとうございます。8位の方、いつも来てくれる男の子、ありがとうございます。7位の方、ハートを持っているクモさん、ありがとうございます。6位の方、三色団子を持っている猫さん、ありがとうございます。5位の方、ハートを持っている妖精さん、ありがとうございます。妖精かわいい。4位の方、あれ 4位だよね。4位の方、ハンギョドンの帽子をかぶった男の子、ありがとうございます。3位の方、寝っ転がっているラッコさん、ありがとうございます。2位の方、元気そうなハニワさん、ありがとうございます。1位の方です、ハチマキをつけているネズミさん、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ありがとうございますね、皆さん本当に。今日も一日、今日も一日じゃない、今日もたくさんコメントとギフトたくさんありがとうございました。あ、ちょっと朝からたくさん皆さんとお話できて嬉しかったです。では皆さん、今日も寒いと思いますが一日頑張りましょう。では今日も学校楽しんできます。ありがとうございました。バイバーイ。